ゆっくりしていってね。皆さんこんにちは、アキです。今回も引き続きイマジネーションクラフティングです。妄想の具現化。なんだこれ、カクプラじゃない。メルカリの沼っぷちを歩いている時に発見しました。カバヤトーマスワールド。カバヤの食玩アイテムのようです。10年ほど前の商品です。映画のタイアップ。特筆すべきは、カクプラではラインナップされていないキャラです。炭鉱で働いているクレーンのメリック。ブルーマウンテンの採石場に立っている移動式のガントリークレーン。応援の隣にいる子だね。デフォルメが効いていて可愛らしいフィギュアです。ただカクプラのクオリティと比較すると若干チープなので、もう少しディテールアップしてみたいと思います。フィギュアはモナカ割りで歪みもひどいので修正してみましょう。クレーンの形状も異なるので特徴的な三角を再現してみたいです。できるのか。できるかな。なお、ウィキによると、このモデルになったガントリークレーンはベレスフォードやカーターと同じものだそうです。カーターって誰だい。知らない。今回はこのおもちゃを利用して、食玩のチープなやつをあたかもカクプラの仲間のようにするのがテーマです。カクプラトーマスフリークの皆さんの一興になれば幸いです。それでは見ていきましょう。ペイント&クラフティング。まずは体を3等分に分割します。メリックは足に車輪がついていて、レールを移動できるガントリークレーンです。このおもちゃは手転がしできるようになっていますが、これは使わないでカクプラの車輪を有用しようかな。試案中。なるべくカクプラテイストにしたいと思います。切れた。横顔。顔も切り取りましょう。すごく古いプラスチックだからか、削ると焦げたような臭い匂いがします。なんでですかね。プラスチックの質が悪いのか、私のやり方が悪いのか、削りにくいです。ガンプラと全然違う。壊れた。壊れてないよ。例によってヤスリがけです。地味なやつだ。思ったよりも平面がすごく歪んでいます。早送りしよう。視聴率がどんどん落ちていってるのではないか。やむを得ない。なんかプラ板とかで四角い板を切り出した方が早かったような。ボンミス。いやでもなるべくおもちゃのパーツを使わないと、食玩改造の工作だかなんだかわかんなくなっちゃうじゃないか。一人で喋ってるな。できたか。まだこっちもある。小屋が頭になっているのね。すごくガリガリする。頭の中で人が操縦してるのかな。人工知能はどこにあるんだろう。ちょっとやり方を変えよう。攻めるところを変えようと思います。思ったよりも、引けや歪みが多く、うまく制御できないので、食玩の下半身は使わずに、前回の工作で余ったクランキーの足を使うことにしました。クランキーの台座を加工して、車輪を取り付けようと思います。しくじり。下手くそ。自問自答。切れた。ああ。パーツがどこかに飛んでいってしまいました。妖怪パーツ隠し。幸い、クランキーがまだダブっているので、もう一つ、犠牲になってもらいました。私が死んでも代わりはいるもの。例によって、瞬間接着剤でくっつけています。妄想中。考えている。各パーツのジョイントを考慮しつつ、さらにヤスリ掛けします。こんな風にくっつけようと思っています。妄想を具体化する。後頭部のヤスリ掛け。屋根の部分。
頭が、小屋になっているの。さらに続きます。クレーン部分は、形状も異なり、材質の精度も悪く、どうにもならないので新規造形することにしました。どうやってやるの？モデリングしてプリントしてみます。大まかなサイズを計測して、ブレンダーで簡単なモデリングをしました。すごく適当です。なんちゃってモデラー。今回は、ウプ主の所有する、ソニックミニ 4K を使用しました。レジン光造形のやつ。G2 ボックスというソフトを使います。印刷設定をしっかりやらないと、プリントがうまくいきません。レジンの種類によっても設定が異なり、何度かリテイクすることがあります。多少の経験が必要です。できた。あれなんか一発でうまくいった。ひっついている。いつもは失敗するんですけどね。できたてのほやほや。紫外線に当てて、乾燥させます。先っちょを取り付けてみます。ぴったりだ。不要なガイド部分を取ります。この不要な部分のカットですが、柔らかいうちに取っちゃった方が良いのか、完全に乾燥させてからの方がいいのか、どっちがいいんですかね？よくわからないです。このバリ取りが結構大変なんですが、今回は適当です。適当。ヤスリがけも意外と大変。レジンなので、プラより扱いが難しいです。もしかして、完全硬化するまで待った方がいいんですかね？先っちょ。いいんじゃねえの。次は何だい？次は、キブになるジョイント部分の工作です。貨車のシャーシを利用して、これに本体をくっつけていこうと思います。エポキシボンドでくっつけました。ボディにはくっつかないので、失敗しても後で剥がせます。エポキシパテでボディの隙間を埋めておきます。木工用のエポキシって、適度に切削がやりやすくて、使いやすいっす。買おう。ヘッドパーツの中にパテを詰めて、後で棒を刺そうとしています。こんな感じ。手転がしできる。プラ板を切り出しています。何に使うの？若干の形状変更と、連結部分の補強です。底面を1ミリ、厚くしました。くっつけます。頭の出っ張りの部分も、加工しました。設定では、顔の上にひさしがあるんですが、クレーンの取り付けで、うまく再現できませんでした。ひよったん。できてきた。回転させてみよう。下半身に車輪を取り付けます。食玩の車輪を使って、半分にカットします。くっつけます。塗装します。下地に茶色系を吹きました。こんな色。顔取るの忘れてた。危うく顔が茶色になるところだったじゃん。赤を足しました。マスキングをして、茶色と赤茶色を塗り分けます。
塗り分けできた。もう一色塗りたい。赤い部分は、コキベニ色を使いました。コキベニ色の調合は、ガイアのプレミアムレッドをベースに、ブラウンを適当に入れて調整しています。下半身に車輪を取り付けます。塗装が乾いた。マスキングテープを剥がします。組み立て。首のところはガンダムです。完成。ご視聴ありがとうございました。